兵庫県第9区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。中選挙区時代は、明石市は東番地区で、 旧兵庫3区、淡路島は、阪神地区と共に、旧兵庫2区であった。小選挙区制導入に伴い、人口配分や航路が、複数運行されていたことなど、地域的なつながりが考慮され、赤石市と淡路島が、同じ区となった。旧兵庫2区は、原健三郎元衆議院議長をはじめ、自由民主党の河野池義忠や宮本十三、永田良一、 元日本社会党委員長の土井高子、公明党の冬柴哲造ら有力候補が乱立し、衆議院議長経験者の腹も毎回苦戦を強いられ、再会での当選も珍しくなかった。小選挙区制導入以降は、自民党対新進党、あるいは自民党対保守系無所属のように、保守系候補同士が当選、時点を争う保守分裂選挙が続いた。百九十六年の、 第41回衆議院議員総選挙では自民党の原健三郎、新進党の宮本十三の保守同士の対決を宮本が制した。2000年の第42回、2003年の第43回総選挙では自民党現職宮本に保守系無所属新人の西村康都が挑み、第42回は宮本が制したが、第43回は西村が宮本に比例復活すら、 許さず、初当選。その後、宮本は2005年の第44回衆議院議員総選挙では新党日本。2009年の第45回衆議院議員総選挙では国民新党から出馬しているが、いずれも西村に敗れ、比例復活もならず落選した。2009年の総選挙では自民党に、 猛烈な逆風が吹き荒れたが、西村は宮本を6万病長の大差で下し、兵庫県の自民党候補で唯一、小選挙区の議席を支出した。第44回以降は西村が6割近い、得票率で連続当選を重ねている。第49回衆議院議員総選挙10月31日、兵庫県第9区時の内閣、 1> 第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、36万3347人、最終投票率 53.、53.23%第48回衆議院議員、総選挙10月22日兵庫県第9区時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、 2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、36万5836人、最終投票率 49.、49.17%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、兵庫県第9区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、 2014年12月2日、当日有権者数35万8073人、最終投票率49.58%第46回衆議院議員、総選挙12月16日兵庫県第9区時の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、最終投票率、 57.89%第45回衆議院議員、総選挙8月30日兵庫県第九九時の、内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、最終投票率 65.、65.24%第44回衆議院議員、総選挙9月11日兵庫県第九九時の、内閣、第2次、 小泉改造内閣解散日2005年8月8日公示日2005年8月30日第43回衆議院議員総選挙11月9日兵庫県第9区時の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日兵庫県第9区時の 内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員総選挙10月20日兵庫県第9区次の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日ありがとうございます